わっさっ、いや、ピマルです。はい、ということで、今日はですね、ティック、こちら使っていきたいなと思います。こちらの、これです。タフヘッド。ウルトラレアギアのタフヘッド。さあ、これが、どんぐらい強いんかをちょっとね、僕試していきたいなと思います。正直、今のところ弱いと思っています。ただ、HP が3400になるだけっていう感じで、このティック本体よりも体力が高くなるんですけど、そんな変わらんと。はい。って思ってるんで、ちょっと使い方とかね、いろいろ考えながらやっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いきますよ。あ、待て待て。高評価マジで。左下のグッドボタン、高評価ボタン、絶対押してください。めちゃくちゃ大事なんでよろしくお願いします。いきますよ。レッツゴー。はい、ということで、タフヘッド使っていきたいと思います。相手にはさ、まあ、これ全員一応相性悪くはないですね。さあ、俺ガジェット今回こっちにしてます。これ結構強いんよ、これ。サージに関してにはね。はい。サージとかには強いんですよね。で今回、いやちょっとこれ俺の活躍の場がないな、おい。タフヘッド使わして。タフヘッド強いかわからんですって。ということで、今回ですね、ギアがですね、タフヘッドと、あの、攻撃、パワーギアつけてるんですけど、あんま意味ないな。いや、なんかワンチャンちょっと食らって、パワーギア発動させながら無双しようと思ったんですけど、ちょっと食らうんじゃなくて、大体ワンパンなんですよね。ちょっと食らう前に死ぬんですよ、絶対。だからこういうね、本当はサージもちょっと見たいとこ、さ、タフヘッド、一旦後ろから出しますか、まあ、ティックの頭って正直こうやって後ろから出すことに関してはそんなに強くないんですけど、あ、これ当たったわ、倒したわ。いや、あれは全然タフヘッドのおかげじゃない。タフヘッドなくても、全然あれはタフヘッドでいけたわ。タフヘッドなしで全然いきました。でこういうのもこうやって目の前に出しちゃえば、おそらくあいつは死にます。うん、タフヘッドいらんな、これ。いる？みんないる？これタフヘッド。弱いとかじゃなくて、いるっていう話ですね。そもそもね、そんなね、なんか適当に出さないんですよ、こうやって。こうやってティックの頭出してもね、どうせ壊されるんですよ。で、タフヘッドあるっても壊されるんですよ。そう、あっても壊されるから、正直タフヘッドいらんかもしれん。一旦戻っていいですか？はい、戻りました。ギアがですね、今ちょっとパワーギアでやってたんですけど、ダメージギアか、ダメージギアでやってたんですけど、あんま意味ないんで、ちょっとヒールに変えますわ。うん。まあ全部、正直、全部いらんな。投げ同士やったら絶対このヒールがすごい使えるんですけど、あとクソもないし、ビジョン、スピードっていうのがこいつは強いんですけど、ここのマップは、そうだね。いらんな。で、これ地雷マニア。俺これ使ってます、最近。なんでかっていうと、まあ確かにこれ強いけど、もうなんか近寄られたら負ける気しかしないんで、こっち使います。で、オートマティック、これですね。これが強い。OK、これでいきましょう。はい、ということで、さっきギア紹介しました。こちらでやっていきたいと思います。これね、あの、ビビとポコには勝てないんです。だから、ストゥーだけちょっと見ようね。ストゥー、あれ壊してあげようか、まず。あれ壊してあげて、ストゥーがね、俺は見れるんですよ、これは。で逆に言うと、あの、結構ね、相性、今強いキャラとかで相性いいのが多いですね。で、これ、あの、ビビ無視されても、ちょっと正直困るんですよ。プリモは、ビビでウルトを貯めれば良くないかっていう話でもあるんです。これ、行くか。これで倒せんじゃん。めっちゃ行くぞ、これ。めっちゃ行く。行け、行け、頭行け。で、これ、挟み撃ち。おっ、そう。いや、タフヘッド必要ないっすね、これ。タフヘッドの力をまだ見れていない。さあ、これで挟みつつ。いや、ティック強い、ティック強い。ティック強いって。え、みんなティック強ないこれ。タフヘッドいらんくないこれ。ねえ、タフヘッドいるこれ。いらんよね。何がタフヘッドやねんって。HP1000、まあ確かに強いけど、何もね、なんかない。1万とかにしてくれや。絶対当たるぐらいなタフヘッドだったらめっちゃ強いけど。おお、今のタフヘッドじゃない？あ、今のはタフヘッドの恩恵ですね、今のは。はい。はい、ということでやっていきましょう。せっかくのね、キャラ専用のギアなんで、やっぱ使ってあげたいっていう気持ちはめちゃくちゃある。で、これは、あ、結構相性いいわ、これ。ストゥーもそうだし、バスターもね、ウルト中に投げてあげればめちゃくちゃ相性いいっすね。で、タフヘッドをさっき、本当いい感じにね、力を授かりました。で、これちょっとうざいな。これ、ストゥーの方に上げて、多分、オーケーオーケー。あ、タフヘッド？今の結構タフヘッド説ない。知らんけど。えぐい、えぐい。やめろ、マジでお前。グリフだけは本当許したくないね。はい、ナイスナイスです。いや、あの、こういうところは、正直言うとね、ティックって、あの、スピードギアと、やっぱビジョンギア。これが結構強いんですけど、これこうですね。これで、これ倒せる、倒せる。絶対倒せるから。オッケー。もうあのね、
通常攻撃でね、もう頭を倒さないとっていうことで頭いっぱいなんですよ、はい、あのストゥーは。そういうストゥーに関してはあの挟み方がめっちゃ効く。でこれ目の前だし避けれない、絶対死ぬ絶対死ぬ。タフヘッド、タフヘッド来てるんちゃう。あ、これもったいない、この頭、うわもったいないなこれ。はい、ちょっとさっきの説明させてください。スピードギアと、まあ、基本的にはですね、ビジョンギアが、まあ、このティックの強みではあるんですけど、こういうね何もなんかないって言ったらあれですけど、こういうところはねありかなって個人的には思います。いやこれ本当は、ね、タフヘッドあったらかなり有望だったんですけど、いやしかしティック死なないね、強いね。使い方さえ良ければ、これもこんなんやってもさ、こんなこれで終わるやん、こんな。はい、さよなら。あぶね。いやティックうざいよ。なんか野良でさ、最近あのモーティスドやってるじゃないですか。あ、これ死ぬまで絶対。どうした、あぶねー。なんか何、同情同情ですか。そうだから、野良でさ、まあモーティスやってるんですけど、ティックがちょっとね強すぎる。モーティス使ってても思うもん。あーでもタフヘッドのおかげね、あれだな、相手がリロード割く時間が増えてますね。これ一旦めっちゃ投げて絶対使ってくるから、はいタフヘッドはいタフヘッド。俺ティックもね最近ちょっと上手くなってますね。いやまあ完全にブロスタが上手くなってるって言っても過言ではないんですけど、かなりね仕上がってきてはいますね。なんか最近あの野良でやるようになっていろいろ考えなきゃ勝てないんですよ。そのやっぱ考えて勝つことによっていろいろねやっぱ相手を読んで戦うことができるようになったっていうのはすごい個人的には大きいかなって思います。はい、ということでそろそろ、あー来た来た来た、来いの来いの来いの、モーティスよ。そうモーティス、モーティス、これ一旦上に投げてあげて、モーティスはもう完全無視です。俺はティック使いの皆さんもう分かるよね、俺と多分同じ意見なんですけど、もうモーティスは絶対狙わんよ。なんならサージいるからサージにやらせればいいのよ、ウルト溜まるし。さあ皆さん、タフヘッドのお時間です。まだでした。いや強いなこのガジェット、強な、これね、このガジェットめっちゃ強い。でこれあのモーティスが多分来るので、これ取っときましょう。ガジェットは、ガジェットっていうかウルトね、タフヘッドは一旦取っといて、これはもうマックスです狙うのは。で近づいてきたやつにタフヘッド放ちます。これはこれ使うか、タフヘッド、アイボーンいやー楽しいなー、ちょっと短いかこれ動画、もう一社いくか。はい、ということでラストいきましょう。あーこういう硬い、これはねまあ個人的にはゲイルかな、ゲイルをちょっと見てあげる。いやーでもな、シェリーも見てあげたいけど、シェリーは、まあ、サージがどうにかやってくれると思うんですけど、これ挟んであげようか。これ絶対失態ったらお前死ぬよと。よしよしよし。いや、ティックもやっぱ落ち着き大事やと。落ち着いていきやーですね。はい。あれは倒したい。あれ倒したいな。あれ倒したいな。あ、ゲイルはバスターで勝てるな。じゃあ、マジであれじゃん。飛ぶ飛ぶ飛んだら、タフヘッド使ってサポーティング。おい、嘘だろお前。あ、後ろ行って。これ奥ですね。奥で。ボールの周りに貼ってあげることで、一旦ちょっと遅延効果で、これ多分近づいてきてるから上も挟んであげる。上に投げる、上に投げる。よしよしよし。なんで今上に投げたかっていうと、下に敵がいたんで、それで上に投げると味方がね、いたんで、あの挟めると。タフヘッド行け、タフヘッド行け。あー、タフヘッド。あ、うん。なんか結構ありかもしんない。ただね、やっぱそのスピードとビジョンギアっていうのがやっぱティックは強いので、それを使わなくて済む場所だったら、このタフヘッドめちゃくちゃ優秀っすね。あ、それはタフヘッド行く？それタフ、くる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 。はい、タフヘッド？はい、どう？いや、今タフヘッドなかったら、きつかったわ。よしよしよし。ティックも楽しくなってきたな、やっぱ。最近ブロスはね、ちょっと楽しいんですよ、青。うん、いい感じ。いや、多分、野良でやってたから、こういうチームで組むことが楽しいのかもしんない。まあ、絶対そうだ。やっぱ、野良はやっぱ、まあ、ちょっと難しいじゃないですか、正直言うと。うわ見たよ、バスター。バスター強っ。行くぜ、行くぜ、行くぜ。行くぜ行くぜ、タフヘッドの時間です。あ、ナイスパス。ラストタフヘッド決めて、今日の動画は終わりましょう。まあ、ガチないんですけど、多分これはプリモが来るんで、プリモ用ですね。プリモタフヘッド用です。絶対ボール、前パスの飛んでくるんで、これ、これ、これ。タフヘッドいらんかったよ。俺のタフヘッドいった！おお、強い。え、どうですか皆さん。俺結構ね、線残っ
ってるとかちょっとミリ残りしてるとかあるから割とあるかもね。ちょっと強いなって思い始めてきた。うん、もしかしたら強いのかもしれない。これなんか破壊されないで済む場面がいくつかありますね。嘘やろ。オッケー。はい、ということで今日はこんな感じで終わっていきましょう。かなりね、あ、ちょっと相手弱かったけど、かなりいい感じにタフヘッドが決まったんじゃないかと思います。こういう、まあだから正直言いますと、あの絶対、まあここら辺が強いですよ。多分これかな、このスキルとこのビジョンが、ティックは強いんですけど、敵が強いから、はい、敵を探す能力に長けているというか、はい、そういうところは強いんですけど、あのこういう別にビジョンつけなくてもいいところはこれでいいと思います。はい、ぜひとも使ってみてください。これもまず最近おすすめです。地雷マニア。はい、やっていきましょう。やっていきましょうじゃない。終わっていきましょう。チャンネル登録これからします。終わります。皆さんそれでー、ボド、バイ。